はい、こんにちは、バクです。素晴らしきこの世界、続きをやっていきましょう。確か前回ここだよね、死神クイズ第4回死神クイズのね、途中で終えていたと思うんですけれども、ちょっとね、前回の動画を確認して、ほぼほぼね、前回の動画にここのね、答えがあったので問題ないと思う。まずね、天使の名前、こちらもね、土井健、土井健ね。で、仲良くなると出てくるメニュー、カップ麺、ここまではね、持ってました。で、第3問、塩ラーメンの値段は580円でしたね。はぁ、そうくるわけね。これでいけるでしょ。大正解。この壁を解放します。良いですね。忘れた頃にやってくる。それが死神クイズです。ではまた会う日まで、さようなら。あとまだあるのかな、死神クイズ。だく、他の死神動員するなんて言うから、どんなゲームか期待してみれば。こんなくだらないゲームとはね。で、気になることって何なの。やっぱり再参加している坊やのこと。いやー、そっちじゃないんだな。何よ、あっちのお坊ちゃんの方。あの坊やに何かあるの。まあ、今後のお楽しみってことで。いや、あのね、最近思ったんだけど、動画を見返していて、今までの。一応ね、この素晴らしきこの世界、以前プレイしていたんだけれども、もうほぼほぼね、このあたりストーリー覚えてないんですよね。なので、まるっきり初見プレイのようになってます。いらっしゃいませ。いちいちね、驚いたりしてるんだけど、ありがとうございました。普通に驚いてますわ。じゃあこのまま向かっていく？またいるの？この道を通りたければ、どうしようかな。おい、そこのお前、俺か？そうだ。お前の装備すべてをムースラットスで揃えてこい。それができたら通してやる。うわ、めんどくせえタイプだな。ムースラットスの装備って持ってたっけ？アイテムだけでいいのかな？バッジは変えなくていい？ムースラットス、あ、意外と持ってるな、ムースラットス。これ着て、足りないか。ズボンがないな。あとね、靴とズボンが欲しいな。もしくは、頭？買ってこよう。買ってくるしかないな。多分ね、ここに売ってると思う。角井。ほら。ほら、ほらとか、ドヤ顔でね。とりあえず帽子。この安い帽子でいいや。安い帽子と、上下とかあるの？上下より靴かな。靴買っとこう。これで足りるんじゃないかな。そんで、帽子と、今買った靴。靴というかサンダルね。ビーツサンダル。これで全身ムースラットスになりましたんで、これで通れるかな。バッジは変えなくていいのかな。これでいいのか。ふふ。チープな服装。お似合いだな。条件達成を確認した。この壁を解放する。お似合いだな。ふふふ。お似合いだってさ、ネクくん。な。お前が着ろって言ったんじゃねえかよ。じゃあ服装戻そう。じゃあね、この先、宮下公園側の下。まだいるんだろうな、多分。ほら。どのエリア、1エリア1エリアにね、死神がいるわ。俺とマブスラを勝負しろ。準備はいいか？マブスラかよ。やってみよう。ちょっと久しぶりだな、マブスラ。操作方法覚えてないけど。大丈夫かな？違う、そっちじゃない。何してんねん。ちょっと。あ、勝手に落ちていくわ。あ、危ない。あれ、勝ちました。何もしていなかったんだけど、勝ちました。待って、こいつ、天皇かよ。天皇、ここで再会。ここで天皇と再会しました。負けた。この世界に、俺が勝てる相手はいないのか。はぁ、通っていいぞ。天皇、世界最弱。マーベルエコロジー、自然がテーマのマーベルバッジ。装備するとバトル開始時点で瀕死状態になるが、瀕死状態の時攻撃力がアップしてゲットできる。経験値もアップ。使わんやろな。宮下公園まで来ましたね。久しぶりだな、ここ。あ、またいるよ。どんだけいるんだ。この道を通りたければ、
今から俺が出すノイズを倒せ。ただし、使うバッジは指定させてもらうぞ。世界を揺り動かすつもりで挑むことだな。覚悟はいいか？ちょっと待って。世界を揺り、早くしろよ。急かされる。何それ？なんかね、今回の死神ね、なんかいろいろあるよね。多分、アースクエイク系のね、スキルしか使えないってことなんじゃないかな。いっぱいあるかな。ああ、二つあるな。二つありました。回復一個つけとこうかな、念のため。よし、じゃあやっていきましょう。いつでも OK。行くぞ。こんな死神いたっけな。全然記憶にないんだよな。あ、やっぱ二つ。今つけた二つのね、スキルしか使えない。空間を起こせる。あ、でも、溜まってない。空間を起こせる。これ強っ。何これ超強い。こうね。これがアースクエイクの力ですわ。いや、これなかなか使いやすいんじゃないか。あんまりね、このアースクエイク系のスキルって、バッチってね、今まで使ったことなかったんだけど、これありだな。敵がいっぱいいるとき、とてもね、助かる。条件達成を確認した。この壁を解放する。お疲れさん。楽しかったぞ。終わりこれで。じゃあな。何だったの？カリア。あの死神、何がしたかったんだ？さあね。まったく、こっちはいい迷惑だよ。いい迷惑だよ。本当だよ。んで、何か分かったの？まあね。それって一体。だけ。はい、ヤシロです。電話か。てんてんてん。禁断ノイズが、はい。わかりました。至急対処します。何これ。敬語。うずきが敬語使うって珍しいよね。どうした？また禁断ノイズが出現したらしいわ。やれやれだね。やれやれだぜ。出現場所はどこだ？道玄坂で目撃された以降は行方不明らしいわ。行くわよ、カリア。どこへ？どこって禁断ノイズを探しによ。いる場所はわからないんだろ。だったら、むやみに探し回っても見つからないよ。じゃあ、どうすんのよ。俺たちは、ついていけばいいのさ。禁断ノイズが食いついてくれそうな餌にね。もしかしたら、いいものが見れるかもしれないしな。餌？ネク君たちのことじゃないのか。猿の木星。あ、増えてる。鬼切りか。これ持ってんだよな。ちょっとね、このアビリティ解放したいからさ、なんか買っていこうかな。お金を持ってきました。これ何で交換できるんだろう。ハラミツってなんだ、ハラミツって。刀の名前？いや、バッチかな？バッチの名前かな？ハラミツ。あ、これがハラミツだ。これ買っとこう。これ買って、この店員のとっておきのアイテム、アシュラをそっと勧めてくれた。これね。アシュラ、これじゃあもらってこうかな。何と交換だっけ。レアメタルとモコモコの綿、麺、もらおう。でね、アビリティ解放してくんないかな。アビリティ解放してほしいんだよな。高えんだよな、ここの服。36.7%。多分 40% で何か解放されると思う。ハラミツ、ハラミツさっき買ったけど。稲妻。アビリティの数が増えました。桃源郷のアビリティを丁寧に教えてもらった。オッケーオッケーオッケー。あとなんだっけな。アビリティ解放してないの？これかな？え、まだくれないの？次は 100% にならないと教えてくれないのかな？はい。あ、なにこれ？アシュラ。アシュラってこっちか。アシュラ。レアメタルとモコモコの綿と阿弥陀が欲しい。阿弥陀？阿弥陀ってどれだ？え、阿弥陀なんてないんだけど。他のお店で買うのかな？残念だな。ちょっとお金無駄にした感が強いんだけど。よし、着替えていこうかな。ちょっと全身ね、猿の木星、ジュピターオブザモンキーになってしまう。アタックプラス5か、HP プラス70。こっちに変えようかな。これで全身、ジュピターオブザモンキーになりました。これでやっていきましょう。ほんでね、ここね、ピグノイズがいる。ちょっと。重ならないで。
どうかな、倒せるかな。待って、アースクエイクつけたままだ。しくじったぞ。え、効かねえし、こいつ。これ何、このカウント以内に倒せばいいってことかな。多分そうだな。であれば、ちょっと今バッチの構成がね。倒せんのか、これ。あ、しんどい。これ倒しきれないぞ。ちょっとバッチの構成を考え直す必要があるかな。まあ、もしくは、ちょっとね、この辺で敵を倒して、バッチのね、あれを上げていく。あれ、ブランドランキング。まあいいや、一旦ね、ちょっと今回はこのピグノイズはスルーしていこう。諦めよう。ワイルドキャットに来ればよかったんだっけ。お、来たな。どれ、携帯によこせ。はい、よろしく。うん、頼むよ。この携帯、渋谷中に反応しちゃってるんだ。わかった、すぐ終わるから少し待ってろよ。それと、ネック君の携帯にカメラ機能ね。わかってるよ。本当につけ忘れたの。沈黙。なんでこいつは俺を殺したんだ。俺を殺してメリットがあるのか。こいつの目的は渋谷ジャック。その目的のために俺は殺されたのか。渋谷ジャック、そんなバカな。俺に何ができるって言うんだ。俺には渋谷ジャックなんて全く関係ないことだ。でも契約を結んできたのはこいつからだった。俺と組むために俺を殺した。この辺りからそれとなく引き出せそうだな。うん、おい、お前どうして俺と契約したんだよ。あれ、どうしたの、いきなり。契約した時にお前言っただろ、ずっと君を見ていたからって。あれはどういうことだよ。なるほど、そういう切り口かい。僕はね、昔からアンダーグラウンドが見えたんだ。前に羽駒さんが言ってた特殊な体質ってやつか。昔からって生きてた時からってことか。うん、僕は霊感が強いみたいだね。みたいでね。他の人には見えないものが僕には見えた。だからこの渋谷で死神のゲームが開催されていることはずっと前から知ってたよ。参加者やノイズ、死神たちも見えてたからね。リアルグラウンドでずっと俺を見てたってことか。だんだんアンダーグラウンドで行われている死神のゲームに興味を持って、自分なりに調べている時に羽駒さんと知り合ったんだ。羽駒さんとはいつ頃知り合ったんだ。だいぶ前だよ。いつ頃だったかは忘れちゃったかな。それからはこの店に入り浸ってアンダーグラウンドの話を聞いた。羽駒さんの話を聞くたびにアンダーグラウンドの魅力にどんどん引き込まれていったよ。魅力？生死をかけて必死で渋谷を駆けずり回れ。こんなに刺激的なレクリエーション、リアルグラウンドには存在しないよ。僕にとって日常は退屈以外の何物でもない。毎日毎日同じことの繰り返し。それこそ死んでいるのと同じさ。それでここに来たのか。そう、僕のいるべき場所はアンダーグラウンドだという結論に達したのさ。だから俺を巻き込んだのか。え？お前はアンダーグラウンドに来たくてアンダーグラウンドに来た。けど俺は、まあ、待たせたな。終わったぜ。本当かい？早く見せてよ。もうすげえいいところで話の腰を折られましたね。くそ。よし、これで全部片付いたな。あれ、羽駒さん出かけるのかい？ああ、ちょっとやぼようでな。今日は店じまいだ。じゃあな。2-3 なんだ2-3って。2-3。さて、探知機も治ったことだし、僕たちも再出発しようか。そうだ、その前に。ねえ、ネック君。なんだよ。今度は僕の番だよ。ネック君、さっき僕のことたくさん聞き出したでしょ。だから今度はネック君のこと教えてよ。なんだよ。ネック君はなんで死んじゃったの？な、原因はお前。って、落ち着け。ここで反論したら全てが無駄になる。そっちがそう来るなら。わからないんだ。
わからないってそんなことあるの？前回のゲームで記憶をかけたんだ。大体の記憶はもう戻ってるけど、まだいろいろと思い出せないことが多い。そういうお前はなんで死んだんだよ。それは秘密。とぼけやがった。僕はアンダーグラウンドに興味があるから来た。ただそれだけさ。じゃあ行こうか。ヨッシーは死んでないんじゃないの？まだ生きてるんじゃないの？生きたまま死神のゲームに参加してるんじゃないんでしょうか。いつも質問をうまくかわしやがって。揉めずにあいつからいろいろ聞き出すには時間がかかるな。ほらネック君、出発するよ。反応はスクランブルの方から出てるみたいだよ。何があるんだ？今度は何に反応してるんかな？いや、キャットストリート結構遠いんだよな、スクランブル交差点からな。普通に帰っていけるんでしょうか？まあいいや、とりあえずスクランブル交差点にね、帰っていきましょう。見つけたぜ、ヘッドホン野郎。誰だ、ビートか？ほら、ビート。チッドが強くなったか？どっちにしろ、今日は決着つけてやる。お前、なんでこんなことするんだ？決まってんだろ、死神だからだよ。でも、それはおかしいね、死神は。うるせえ、黙れ。俺は死神だ。だからおめえらを消す。行くぞ。何やってんのよ。誰？今度は、あんたらは？カリアとウズキかな。ムカつくからって、ルール違反は良くないな。参加者に直接手を出せるのは7日目。しかもゲームマスターだけだぞ。さらに、今回は仕事はすべて禁止。参加者に一切手を出すなっていう私がゲームマスターから出てるの知らないの？新人だから知らなかったじゃ済まないわよ。俺は特別だ。俺の仕事は指揮者からの命令、匿名だ。匿名？お、すげえ、期待の新人ってやつか。なんで、なんであんたが？そんなの俺が知るか。仕事の邪魔だから消えてくれねえか、先輩。な、調子に乗りやがって。はいはい、そんなにカッカしなさんな。あとは若いもんに任せて、俺たちは撤収ってことで。じゃあ検討になるぜ、新人。匿名なんだね。北虹と直接話してたもんね、リードは。やっと邪魔が消えたぜ。さあ、覚悟しやがれ。また戦うんだ、リードと。でもね、これイベントバトルだからな、毎回な。あれ、ブランドワーストじゃないですか？あ、でもね、いつもよりダメージ入ってる気がする。痛い。ああ、でもやっぱ途中で終わるんだ。1万円ゲット。お金を持ってください。ち、今回はさすがに。待てよ、お前に。うるせえ、行くぞ。待てって。このペンダント、お前のだろ。それは、どうしておめえが持ってんだ。昨日お前が落としたんだ。くそ、返せ。それで俺を落とそうったってそうはいかねえぞ。力ずくで奪い返してやる。そんなことしない。ほら、返すよ。どうして返した？俺はおめえらの敵だぞ。お前の大事なものなんだろ。礼は言わねえ。でも一つ借りだ。帰った。帰っちゃった。行ったか。不良死神は行ったのかい？それにしても、匿名ね。なんだよ。なんでもないよ。さあ行こう。匿名。ネックを倒すような話をね、北虹にされてましたよね。キャットの新作か？本当に渋谷は、キャット関連のものがいっぱいだね。こっちの活動だけでも忙しそうなのに、よくカフェもやってられるよね。え？キャットはカフェもやってるのか？それどこにある？渋谷か？何言ってるの、ネック君。もう何度も言ってるじゃない。え？本当に？てか場所どこだよ。キャットストリートさ。キャットストリート？はぁ。で、まさか。そう、キャットは羽駒さんさ。羽駒さんがキャット？ちょ、待て待て、落ち着け。ネック君がね。あ、ネコマさんがキャット？本当なのか？あれ？ネック君知らなかったの？
キャットの大ファンなのに、キャットは顔出し取材を受けないんだ。どこを調べても素顔は絶対に載ってない。だから俺顔は知らなかった。でもそうか、羽駒さんが、うん、納得だよ。だって俺初めて会った時から羽駒さんは何かが違うって感じてた。俺キャットと喋ったのか。すげえよ。うん、よかったね。でも僕が教えたって羽駒さんには内緒だよ。はあ、羽駒さんがキャットってことは、キャットはコンポーザーじゃない。こいつはコンポーザーを探してる。羽駒さんはそれに協力してる。自分がコンポーザーならそんなことはしない。それに鋭いこいつが気づかないはずない。キャットがコンポーザー、俺が考えすぎてただけみたいだな。それにしてもキャットってすごい人気なんだね。どうしてキャットってこんなに人気なんだろう。キャットの作品は一貫したスタイルで作られていて、クオリティが高いんだ。それに見ている人に語りかけるものがある。なかなかできることじゃないよな。でも今のネック君ならできるんじゃない。え、だって参加者バッジがあるじゃない。参加者バッジ、人の考えが分かれば人の心を引きつけるのも簡単でしょ。確かにこのバッジ便利だよな。人の心が分かるからコミュニケーションなんていらないもんね。それに人は本心で会話はしない。だからどんなに話し合っても本心は分からない。それぞれの価値観も違うしね。そうだな、お互いが分かり合えることなんて多分一生。でもそれぞれの価値観が違くて、それぞれが何を考えているか分からないからこそ、それを知ろうと努力する。違うからこそ世界を広げることができるんじゃないか。それが今を楽しむっていうことなんじゃないか。だから俺は。ネク君どうしたの。このバッジがあれば俺もキャットになれるかもしれない。でもきっとそれは今を楽しむってことじゃない。俺は俺なりのペースで広げていこうと思う。ネク君、変な顔で悪かったな。じゃあネク君、そろそろスクランブルに行こうか。ミッションが出てないとはいえ、僕たちの時間は限りあるものだからね。コンポーザー探しか。こいつ本当に殴り込みする気なのか。俺は協力する気なんてないぞ。キャット金駒さんがね、キャットだったんですね。まあ、同じセリフを言ってるからね、全力で今を楽しめってね。一旦どうしようかな、今回はこの辺でね終わりにしようかなと思います。最近ね、あの死神サイドもね、不穏な動きをしているんだけど、どういう流れになっていくんでしょうか。はい、よろしければチャンネル登録、動画の高評価をいただけますと嬉しいです。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。ではまた。